韓国おサム一部は3日、南北共同連絡事務所の会所に関連し、5日に特使団が北朝鮮を訪問すれば、会所日程などが捉えられると期待していると明らかにした。韓国おサム一部の白安資源報道官はこの日の定例会見で、南北間で合意した通り、早い段階で会所する方向で推進中としてこのように述べた。 当初、南北は8月中の会所に向けた意図を明かしていた。だが、会所式日が17日から23日に変更され、その日程も取り消された。白報道官は、米韓間の合意ではなく、南北間の合意がダメで8月中の会所が見送られたのかとの質問に、現在、 連絡事務所の解消問題については南北間で協議中にあり、その最終段階に至っておらず確定していないと答えた。